加藤豪介 OPS755、秋山翔吾 OPS753、なんこれ?か?俺たち騙されたんだよ。NPB は 2A だって言ってたよねお前ら。何 G で NPB なら村上より無双するって聞いたんやが。3A 以下の選手やん元から。メジャー上がれず 3A で活躍してた選手のレベルがちょうどこのくらいか。このままじゃもっと落ちるが、こいつらメジャーじゃ OPS500 くらいだった仕様やっとる。チワワだからしゃあない。どんどん落ちてくな。テルはメジャーリーガーレベルってことでええんか。大島みたいなやつ重宝して中日アホやな W って思ってたら同タイプの秋山が主力面で居座ってはいこんわく。昔の大島は守れたし今の大島はこんな打点が。助っ人野手でこの OPS なら当たりな部類や。秋山、出だし、ドーベルマンだったのに、すっかりチワワになってるやんけ。メジャーはいよいよチームに投手が足りてないから簡単に成績詐欺が起こる。メジャーでシーズン19本ホームラン打った秋野ですらゴミだしな。秋山いつの間に落ちたんや首位打者狙えるとか言われてなかったか。なんやかんや NPB のピッチャーのレベルは高いんやな。今の飛ばないボール使ってる日本に来て1年でいきなり3割30本打てるのとか MLB オールスタークラスでやっとやろな。最初異常だった加藤はまだ下がる。まあ秋山も同じように異常だったから下がるだろうけど、こっちは衰えの問題もある。適応の問題クリアしやすい秋山でこれくらいと考えると、やっぱ 3A の帝王ガチャってそう当たらんよな。ご視聴ありがとうございました。